や、これ、かごゆきさん、でも、結構近いところに、まあ、殺された安倍にしても、まあ、いろんな、そういう人たちにしても、それで、ちょっと聞いてみたいなと思ったのは、最近、こう、話題の、参政党の神谷宗平さんも、統一教会ね。そう、統一教会で、籠池さんの最初にやったも、幼稚園に、こう、絡んでるじゃないですか。そう。まあ、絡んでるというのか、まず設立を計画を出す以前の時にね、はい、こういう学校を作るんだというふうなことを、まあ、彼自身の方にも、どなたかを通じて、話がいったわけですよね。そういう花の耳に入ったということが正しいんでしょうね。籠池さんの方から、神谷さんに声がかかってみたいな、どっちかというと、私はこう呼ばれて、助けてやったんだけど、あそこはとんでもないところだから、やめたったみたいなことを言ってたので、そんなことあんのかなという。あ、それはないですよね。あのね、神谷宗平氏の後援会の会長、ちょっと名前をちょっと、忘れてしまったんですけどね、もう亡くなったということだけども、その方が、神谷さんに話をしたようですね。籠池さんがこのような学校をやってるから、ちょっと話を聞いてというか、相談に乗って、あげたらどうだろうという、その程度のもんですよね、実際はじめ。ですから、神谷宗平氏が、私の方が頼んで来てもらったということはないですし、神谷宗平氏というのは、人材を派遣するという会社をやってましてね。ああ、パソナみたいな感じですか？そう。だから、何かの時に、私も、ちょっとこういう、類の、大学の、先生っていないですかって言って、僕は聞いたことがあるんだけども、はい、まあ、その人とはご縁をつなげなかったんですが、まあ、それについては、かなりの、金額というか、お金によって動いてこられるというか、その先生、に俸給を払うとその分の何パーセントを、彼が、もらっているというなんかシステムなわけだようでね。あ、それってなんかあんまりいい印象じゃない、竹中平蔵がやってることとほとんど変わらない。ああ、そう。もう人材派遣業と一緒ですよね、それね。いや、私ね、ちょっとね、すいませんね、かぶせちゃってごめんなさい。彼らがやってることこそが日本を救うんだみたいなことが喧伝されてることに、私は非常に絶望感を感じてるんですよ。彼らというと、参政党の人たち。もちろんそうでしょ。政策もなしね。そして、お金集めはなんか得意中の得意になってて、はい、いう話も、僕のところにもいろいろ連絡があって、はい、参政党の神谷さんについてどう知ってますか、どうですかという話があったんで、私も、今に至るというか、彼と最後に会ってから、今に至るまでの情報が頭に入ってきてるんですけどね。はい、やっぱり、いい話は聞かないですね。とんでもないと言われる筋合いはなくて、彼自身がアドバイザーとして派遣してきた人間の、例えば給与が100万円だったとしますよ。で、その分の、30% を彼のものにするということが、その人間との話し合いの中でできてたような感じですよね。そんなこと私は知らんからね。だから、神谷宗平氏の言ってることは、全くのデタラメで、しかも、神谷宗平氏の今奥さんになってる人、奥村さんいう人がいるんですけどね。はいはい。森友学園、塚本幼稚園に、神谷宗平氏が、同志社大学に、いい子がありますから、この子どうで入って、入れてくださいということで、入ってきた子がいるんですが、その子が、今、こう、神谷宗平さんの奥さんになってて、そして自分方でお願いしてたときに、その内容というのがね、森友学園のノウハウというんですか、教育のノウハウを、
っていったというような認識を私はしているわけです。ああ、要するに、神谷宗平は、パクったと。そう。ああ、なるほど。あれで、そんなのくせに本人は、森友のあそこが、ろくでもないから、なんか、私の方から辞めて、自らね、この参政党を一人でね、10年かけて作り上げて、俺がこの日本を救うんだと。まあそういうストーリーになってるんですよね。それで、結構みんなそこにわーっと行ってて。それ騙されてるんですよ。というのはね、龍馬の会というのを彼作ってて作っておった時があってね。はい。で、そこにね、講師として、招かれてた人が、A さんという人がいるわけですよね。はい。で、龍馬の会には全然お金がないから、先生ちょうど、なんとか、無料でお願いしたいということで、無料でずっと何回も来られてたようなんですが、はい、ところが、その龍馬の会の、講演会の時にはですよ、たくさんの人が入ってた。でもその時に、何ですか、会費というのかな、はい、講演会料の、高額な講演会料を取ってたと。はい、でそのことが、その先生に知れてね、はい、なんということをするんやと、無償やと思う、無償というか、無料でこういう人たちが来てると思ってたら、会費まで取って、しかも自分はボランティアで来てるのにということで、それ以降、その先生は来なくなったと。なるほど。いう話ですよ。その先生、私は知ってますけどね。名前も言いますけど。いや、なんかね、私別に神谷がどうなろうが、別にどうでもいいので、ほっといてはいたんですが、ただ、ここは、すごく巧妙な、先導のスピーチをするなと。で、このやり方ってヒトラーがやったやり方に非常に近いんですよ。それはね、高須さんね、はい、この神谷さんいう人はね、はい、ヒトラーね、我が闘争というものを必読書にしてますよ。あ、そうなんですか。うん。我が闘争っていうのは確かヒトラーが、監獄にぶち込まれた時に書いたやつですよね。そう、ミュンヘン葬儀のね、はい、で捕まってね、そして牢獄に入った時に書いたもの。これはもう記者と呼んでますよ、彼は。あ、そうですか。それで私ね。自分で言ってましたもの。いや、それでね、彼はなんか大和魂だとか、なんかそういうものを、俺たちに戻すんだっていうことを、しきりに言ってるわけですよね。で、何を君はやるんですか、あなたはやるんですかって言ったら、それは、参政党の中に入ってくださいと、お金払って。で、いう返しが来るわけですよ。で、私は、別に入ってもいいけど、でも、今、外から見てる感じだと、これは、なんか、政治というよりか、セミナーというか、そういうふうに私には見えたので、ちょっとこう、観察をしてたら、あれよ、あれよという間に人が増えていって、で、それはね、はい。それはね、何ですかね、第三極というんですかね。自民党、そして維新の党ね。はい、そしてその第三極に何かを、持っていきたいというふうな、多くの国民というか、それに賛成をした人たちが、うん、いや、賛成党に賛成をした人たちが入ってきたということでしょうね。ですから、この一連の、アジテーターじゃないけど、うん、いかにもなんか、上手にこう話をしてね、うん、そして賛同者を得ていくという。本来、神谷宗平さんは、自民党から出馬して、東大阪で落選。